三菱電機。頑張ってね。お前ら頑張れ。ここにいるみんなはプロフェッショナルだ。コーティングありの方が全然綺麗。手に負えないものはない。ただいま。おかえり。ミカちゃんと話す？特に話すことなんかないよ。娘を除いては入ってきてる人っていう。それわざとなの？なんかいつもは娘さんには個性的な風が吹いてるようだ。あと少しだけだぞ。ママに怒られちゃうからね。そんなに高くしたら飛んでっちゃうぞ。そうね、何も変わりなく。うん。一人暮らし寂しくない？そうでもないよ。パパのエアコンはいつもそばにいるし。うん。俺が作ったエアコンだからな。寡黙な父が与えてくれる優しさは風だった。おいミカ、掃除はちゃんとしなきゃダメだろ。サボりすぎよくないぞ。全部お父さんのせいじゃん。俺のせい？あとお父さんのエアコン全く掃除しなくていいじゃん。それとこれと話が別だろ。私がいないと寂しいんでしょう。ミカがいないと静かなのは確かだな。話すことなんてなかったんじゃなかったっけ。ミーの思いやり、見えないところから守り続ける。匠のこだわりの風を届ける。三菱電機。